ミヤションです。今回はこたつデスクを作っていきます。まあ、作っていきますというよりも、もう10年ほど前に作ってずっと使い続けてきたんですが、この部分ですね、これの気に入らないところを改善していきたいと思います。まず一番気に入らないのはこのこたつ布団に相当する部分ですね。これは普通の長方形の小さめの毛布を切って、そのまま長方形のものをここに貼り付けてるんですけれども、ここを持ち上げるとこちら側にこう三角形の隙間ができてしまう。ここから熱が出てしまうので、この毛布を立体構造のものに、作り変えます。まあ毛布を切った貼ったしてミシンで縫ってという作業なんですが、これは私がミシンが使えないので嫁にお願いしています。そしてこれが内部ですけれども、このこたつ布団はこのような木の板でコーススレッドで固定しています。なので簡単に取り外すことができない構造になっています。夏場暑い時に取り外すのがとても大変なので、ここも改善していきます。ざっくり紹介しますと、これは市販のこたつユニットを買ってきて木の枠を作って固定しています。ファンがついてるタイプですね。熱を追い出してくれるように。そしてこちらの方には板にこの断熱材を貼り付けてくの字に折り曲げている状態ですね。こちらの奥側にパソコンが、サーバーパソコンがいるんですが、そちらに熱がいかないようにしています。バラしていきます。10年来使ったこれはもう廃棄ですね。はい、じゃあまずとりあえず毛布を押さえつける板を作っていきます。これは 1200×450×厚みが 18mm というパイン材になりますね。これが自宅の机をかたどったものです。10杯で穴を開けていきます。沈めフライスで座繰りを作ります。トリマーで角を取っていきます。
こういう感じですね。はい、とりあえず押さえ板は完成です。机の下にこのように貼り付けます。ここの間に、こたつ布団が入ります。このような感じでこれで、こたつ布団を押さえつける役割をします。そして作ったこの押さえ板をこの下に仮でセットしてみます。いいですね。穴を開けたいので印をつけていきます。で脱着式にしたいのでこういう折り目ナットを打ち込んでいきます。M6 のタイプですね。下穴の径が 8.7 から9ミリですか。で9ミリのドリルで穴を開けていきます。この机の天板が30ミリしかないので20ミリ入るようにマスキングテープを貼っています。はい、じゃあこの折り目ナットを入れていきます。6ミリのアプセットボルトで仮固定してみます。いいですね。8箇所入れたんですがそんなには必要なさそうですね。こことこことこことここでいいかな。はい、うちの嫁にこたつ布団を作ってもらいました。これを固定していきます。ちょっとね、無理やりハトメもつけてあります。はい、このような感じで完成しました。こちらの方も下まで布団がいっていて隙間がありません。ここに三角形のエリアがあるので、このようにぴったりと収まってくれます。右側の方も下まで行って、塞いでくれています。中は
のような感じになっています。このような感じですね。こたつの掛け布団を押さえながら固定してくれるという押さえ板になります。はい、以上、ご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。